臨床心理士の高間です。この動画は毎日を健康に生きるエッセンスをお伝えします。今日は、危険地帯で生き延びようとするトラウマな人々、世界はゲットだ、危険行動、危険地帯ですね、で生き延びようとする、世界はゲットだ。ゲットっていうのはこう治安の悪い地帯とか、そういう意味なんですけれども、あえて危険な場所を選んで、行動しているように見える人の心理は一体どういうことなのか、またはこう世界の紛争地域や人里離れた場所に好んでいく人の心理はどうなのか、そんな人の心の背景を解説します。この動画のポイントは2つあって、危険な場所へ行って、危険が去ったことを確認したいという心理、これ前半です。で、危険自体は彼らにとってはふるさとのようなもの、これが後半です。で、この動画解説は、前半部のみになります。後半部分はソレアの記事を読んでみてください。YouTube の概要欄にリンクを貼っておきます。で、早速ですけれど、トラウマの人はあえて危険なものや場所を求めるということについて話します。人間というのは、危険さえ楽しむんですね。こうバンジージャンプとかジェットコースターとか、他の動物では決してやらないようなことをやる動物が人間ですね。ただその危険を求める人々の心の根底の方にはね、 PTSD が作用している場合があります。みんながみんなそういうわけじゃなくて、そういう場合もあります。そういうことについてツイートしています。危険を求める人、高いところから身を乗り出しヤクザに喧嘩を売ったり覚醒剤に手を出したりする人がいます。それらの中の一部の人はあえて危険な行動をすることで危険から回避できた体験を得たいのです。なぜか、それは CPTSD です。似たような行動がゾロゾロ出てきますというツイートをしました。PTSD の人というのは、自分が被害に遭った場所や、被害に遭いそうな場所にこう2度3度と近づく傾向があるんですね。で、要はね、これつまりね、こう危険な場所にあえて近づいてんですね。で、これはね、そういう場所に行ってももう危険ではないことを確認するために近づくんです。で、そうやって危険は去ったことをね、体感して安心感を得ようとする、その行動です。で、ツイートではコンプレックス PTSD の人を対象に、書いてますけれども、 PTSD も同様ですね。コンプレックス PTSD、 CPTSD とは複雑性 PTSD のことで、いくつもの小さなトラウマ事象、トラウマの事柄を体験しているという人のことです。一方、PTSD というのは単一1個の大きなトラウマを体験している人のことです。例えばですね、こう暗い夜道を歩いていて、不幸にもね、レイプされてしまった女性がいたとします。で、その人はね、レイプ直後は暗い夜道怖いですから、そこをね、避けて歩こうとします。これは自然の行動ですね。でもしばらくすると、暗い夜道を選んで歩こうとするんですね。これどうしてかというと、もうね、暗い夜道は安全なんだ、ということを確認したいからなんですね。身をもってそのことを、安全だということを体験したいから、そういう危険な場所に行ってしまうという心理が働きます。
これは一般の人も同じです。同じ心理です。でもまあ暗い夜道というものはね、以前と変わらずにね、まあ危険な場所なんですね。だからまたレイプの被害に遭ってしまう、まあ危険性は高いですね。でもね、これは安心をね得たいために、あえて危険な行動をとっているということです。まあレイプを例に出しましたけれども、親に虐待されている子どもも同様の感覚を持っています。コンプレックスと PTSD の人は、まあ、日常がね PTSD ばかりだから安心するものがほとんどないんですね。だからそんな中で安心を得るためにあえて危険な中に飛び込んでいく、まあ、それぐらいね切羽詰まった状態にいるということですね。非虐児などにはね、その特に顕著に見られる行動です。だと抑制型対人交流障害という症状として表現されていきます。大人になると、まあ、危険からは逃れなければならないという、まあ、思考が優勢になってきますから、あまりねこう危険な場所とか危険なこととかには近づかなくなります。でもこれはね思考でねこうぐーって押しとどめているだけなので、感情や感覚がこう刺激されるとふらふらと危険なところに吸い寄せられていったりします。これは普通の人とはちょっと違いますね。普通の人は安心感安全感を持ってるからそういうことはないです。これはそういうトラウマを何度も何度も受けてきた人が、まあ、そういう行動に出るということです。ここから先の話はソレヤのウェブサイトの記事をご覧ください。後半の話というのは、危険地帯で生活することについて書いています。危険な場所で生活しながら息を潜めて生きる人がいつかゆったりと呼吸できますように。